西暦2022年、人類の自然環境汚染により荒廃した地球に、もはやゴミを捨てる場所はどこにもなくなっていた。軽水50ガロン。ライトオーダー50ガロンですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。エビアン満タン。グッドオーダー満タンですね。ありがとうございます。ん、くせえな。生ゴミか。汚ねえボロ車だぜ、まったくよ。お宅の車は汚いから下水でもよく走るね。何言ってやがるんだ。地球をここまで薄汚くしたのは白人とお前たち黄色人種だ。俺たちは金のために魂は売らねえんだよ。やる気か。緊急連絡を申し上げます。ただいまよりダストコンテナの打ち上げによりスーパーリニアカタパルトを超高速でダストコンテナが通過いたします。危険ですので至急ハッチを閉じて衝撃波に備えてください。繰り返します。ただいまよりダストコンテナの打ち上げによりスーパーリニアカタパルトを超高速でダストコンテナが通過いたします。危険ですので至急ハッチを閉じて衝撃波に備えてください。人類が無差別に宇宙にゴミを捨て続けた結果の環境汚染により宇宙開発に支障をきたしていた。事態を重視した国際連邦は、通常のゴミは天然の焼却炉太陽へ、有害廃棄物は木製捨てるという条約を定め、宇宙環境警備隊コスモエコロジーを結成した。あと一つでコンテナは全て回収されます。タイムオーバーだ。作業急がせろ。了解。 DC-10 タッチダウンまで10秒、カウントダウンに入ります。9 8 7 6 5 4 3 2 1。タッチダウン成功。放射性および有害廃棄物反応なし。サンディ T へ回します。 J キャスター、 DC-10 を回収しサンディ T へ搬入、急いでください。待ってください。僕のセンサーに放射性廃棄物のマーキング反応が出ています。搬入を中止し中を検閲させてください。キャスターのセンサーに？僕が作ったセンサーにです。サキ君のセンサー？君のジョークを聞いてる時間はないのよ。急いで搬入して。しかし検閲しないと。君のおもちゃと CE のセンサーとどっちが正しいと思うの？さっさと搬入しなさい。命令よ。どうした？何かトラブルか？いえ、何でもありません。どんな些細なことでも報告を怠るな。キャスターのジョークもですか？何がおもちゃだ。何も知らないくせに。そっちがそういう態度ならこっちだって考えがあるんだ。あ？よし、あそこだ。ぶつかるぞ。損傷も高校に支障はなく、時間もないので我々は出発します。今後このようなことのないようにキャスターのパイロットに厳重に注意してください。申し訳ありませんでした。出発を許可します。それでは。君が取ったコースをリサーチしたところ、故意に当てたとしか考えられんが、その訳を話してもらいたい。何にも言わないと処分が重くなるが、それでもいいのかね。自分の作ったおもちゃをバカにされて八つ当たりしただけよ。だから何も言えないのよ。そうでしょ？わざと当てたんです。違法廃棄物の確かな証拠を押さえたかったからです。
言い訳ばかりで自分のしたことを悪いとは思わないの？日本人って非常識ね。口が過ぎるぞクレッソン。私は先に聞いているのだ。で、その証拠は押さえたのかね？確かな証拠とは言えませんが、これをタンカーに当てた時のコンテナの塗装ですが、放射線シールドコーティングされています。コーティングされていても放射線反応が出なければ証拠とは言えんな。それとも他に何か証拠があるのか？2年前スペースクローゼット社で放射能汚染物を特殊な処理で装填させ放射線反応を消す技術を開発したと聞いたことがあります。僕のセンサーはその装填させた総変化物に反応するセンサーです。なぜそれをコスモエコロジーに申請しなかったのかね。もし君の言う通りだとしたら即座に採用されているはずだが。センサーは僕一人で作ったものではありません。それにこのセンサーのことがスペースクローゼット社に知れた時はその技術提供者の生活どころか命が狙われます。このセンサーを使っているのは僕です。だから僕の責任において。この船で起きたことは全て艦長である私の責任だ。君の言うことは全て状況証拠に過ぎない。気持ちはわかるが検閲はできん。でも太陽へ捨てられてもし太陽に何かあってからでは遅いんです。私の一存ではどうすることもできんのだ。ボックス艦長、話は聞かせてもらったよ。サヒ君の言う通りだ。検閲して何もなければそれに越したことはない。しかし長官、責任は私が取る。いいか、我々が太陽にゴミを捨て始めて38年、その間太陽の活動は年を重ねるごとに活発になった。フレア爆発も38年前と比べて100倍の大きさだ。そのため地球は砂漠化が進んでいる。ダストタンカーが金星のスーパーリニアカタパルトへ着く前に検閲してくれたまえ。頼むぞボックス艦長。わかりました長官。ダストタンカーに停戦勧告を出せ。ダストタンカーコースリサーチ180度回答。メインバーニアスタンバイ。180度回答後メインバーニア点火。出航する。大丈夫。ダストタンカー訂正勧告に応じません。続けろ。ダストタンカーコースリサーチ OK。 メインバーニアスタンバイ。出航までカウントダウン60秒。メインバーニア点火。メインバーニア点火終了。検閲時には君にも立ち会ってもらう。それまでシャトルブリッジでオペレーションをサポートしてくれたまえ。了解しました。第一船速から第二船速へレーダーマストオープン。艦長、シーパトロール艦が本艦の追尾を始めました。パトロール艦最大船速到達後30分で打砲されてしまいます。うん、やはり来たか。護衛機を遊撃に出せ。新鋭戦闘機の性能を見る。あくまでも事故に見せろ。一人も生かして返すな。了解。こんなボロ儲け邪魔されてはたまらんですからな。頼んだぞサダム少佐。核廃棄物だけでは商売にならん。武器を売らなければな。心得ております。艦長、ファントムカタパルト発進準備急がせろ。イエスサー。ダブルカタパルト発進スタンバイ OK。 ゲートオープン。グランショー、ファントムスクランブルスタンバイ OK。 レーダーに反応。ダストタンカーから艦載機射出されました。本艦へ高速接近中。あと2分でミサイルの射程内に入ります。第2級戦闘配備。シャトルブリッジ無人探査機射出、並びに敵機索敵急げ。トマホーク発射準備。探査機射出スタンバイ OK。 ゲートオープン。ミクラス出します。ミクラスから入力。敵データメモリーバンクにありません。新型です。全長20メートル、ダブルデルタ翼。対艦ミサイル6、対空ミサイル6。50ミリカノン1、20ミリバルカン1。VF ブースターユニット2機。
意識探査戦闘機と判明。コードネームダブルデルタとします。無人探査機か。これ以上情報はやれん。探査機の入力が途絶えました。デッキミサイルの射程に入ります。トマホーク発射。迎撃ミサイルか。そう来なくてはな。作戦通りだ。ミサイル命中しました。ターゲットは機体中央部消滅、左右ウイング分断撃破、撃墜しました。その後方 100km にダストタンカー、依然逃走中。よし、艦載機射出準備急げ。大安隊、直ちに出撃準備に入ってください。了解、直ちに艦桶に入ります。おいチビ、お前が余計なことを言うからこんなことになったんだ。だから日本人は嫌なんだよ。クソ真面目で。生きがいは働くことか。俺は違うんだよ。もし8時のデートの時間までに間に合わないときはただじゃ済ませんからな。余計なことなんですか。太陽に核廃棄物を違法に捨て始めて、太陽の動きは活発になってるから、コスモエコロジーはこうしてパトロールし、それを阻止しよう。ちょっと待てよ。何かあったら俺は命を懸けて戦わなければならん。やるかやられるかなんだ。お前みたいにゴミを運ぶだけのやつにそんなことを言われる筋合いはない。これから二度と差し出がましい真似はするなよ。いいな、メガネで出っ歯の黄色いチビ。メガネで出っ歯の黄色いチビと環境保護と何の関係もありませんよ。これは人種差別じゃないですか。ライアン注意、どうしたんですか。実際は2分前に出ました。急いでください。いやあ、遅くなってすまん。ウルトラセブン、スクランブル、スタンバイ OK。 スクランブル、ゴー。敵艦載機、第2波、3機、ファントムを通過。よし、第1機の戦闘配備、全訪問開け。いいか、パトロール艦がファントムを通過後に攻撃開始だ。それまでは間をつなぐ、白旗を上げろ。了解。U1 より U7 へ。ダストタンカーを U 視界で確認。白旗を上げています。このまま全視界体制を取り打破する。了解。我々は引き返し、敵艦載機破損ウィングを回収する。くれぐれも油断するなよ、マルス。そっちこそな、ライアン。反射レーザー砲だ。あの2枚のウィングはトラップだ。叩け。くそ、生きてやがったか。あれは 50G ターン。ヤツらはウィング型無人機だ。コースをランダムに取れ。狙撃されるぞ。ダイアン、レーザー光の発射地点には機影はない。レーダーには無人機2機だけしか映ってないぞ。わからんが、この区域から逃げろ。了解。あれはライアンたちのものだ。事故だ。どこだ。承知だ。こちら U1 支援を送る。 SOS SOS。 このままではライアンたちが危ない。援護機はないのか。バックアップ用が1機ありますが、パイロットがいません。艦長、サキがいます。サキか、やむを得ん。緊急事態だ、サキ。話は聞いての通りだ。人命がかかっている。君のパイロットとしての力を貸してほしい。僕は事は一刻を争う。頼む、サキ。しかし僕は輸送隊員で戦闘員ではありません。それに戦闘機と輸送機は違います。今そんなこと言ってる場合じゃないでしょ、臆病者。どんな理由があっても人間として僕は人殺しはできません。何が人間よ、金持ちの猿じゃない。怖くて戦わないからお金でも出すっていうの。 笑わせないでよ。本当に日本人って何考えてるのかわからないわ。やめないか、クレッソン。言葉を慎みたまえ。やめません。
言い出しっぺは詐欺なんですよ。それが臆病風に吹かれてみんなが命がけで戦ってるというのに。黙れ。それは違う。サキが申告した時に我々が確かめていればこんな争いにならず犠牲者も出なかったかもしれんし、全て私の責任だ。すまない、サキ。サキがいない。怖くて逃げ出したんですよ。そうは思えん。何か無茶をしなければ。そんな勇気日本人にあるもんですか。艦長、キャスターが牽引カットし本艦から離れていきます。サキだ、回線をつなげ。サキ、その船では無理だ。武器がなければ自殺行為だ。戻りたまえ。聞こえているはずだ、サキ。言い出しっぺとしての責任を自分なりに取るつもりです。決して無駄死にはしません。無茶だ、戻りたまえ。サキ、近くまで流れ弾が、なんだこれは。レーダーには映ってないのに装填員センサーに映っている。そうか、ステレス機だ。ああ、俺は戦闘機じゃないぞ。あのターンは有人機じゃない。そうか、識別式無人攻撃機だ。第9戦闘配備、全砲門開け。進路207、第1戦速から第2戦速へ。これより先の支援射撃に入る。そうだ、足でまといになるだけだ。引き返したまえ、サキ。艦長、無人攻撃機2機以外にステルス有人機が1機います。それが装填員センサーに映っているんです。本当か。しかし無謀すぎる。話は聞いた、サキ。位置を教えろ。ぶっ殺してやる。条件があります。条件？貴様、サッキのことを根に持って。違います。僕は殺し合いに力を貸したくないんです。だから相手のパイロットを殺さないでください。コクピットの直撃はやめてください。約束してくれますか。バカ野郎、何綺麗事言ってるんだ貴様。こっちがやらなきゃやられるんだぞ。早く教えろ。嫌です。人と殺し合うことだけが命を懸けて戦うと思っているようなバカには教えられません。僕だってこうして命を懸けているんだ。約束してくれるまでは死んでも教えません。このクソ理想主義者が。もう頼まん。艦長、援護に照明弾をお願いします。なんとか有志会で探してみます。ライアン、サキと約束したまえ。時間がない。今はお互いに力を合わせない限り二人とも命を落とすことになるんだ。しかし仲間が。これは命令だ。サキ、君の言う通りだ。これは殺し合いじゃない。私も約束しよう。だから協力してくれたまえ。わかりました。位置を教えましょう。サキ、後ろから敵だ。死ぬのはお前の勝手だが、死ぬ前に奴の位置を教えろよ。いや、ステルス機は方位051から063、2.3 宇宙ノットで進行中。完成飛行で直径 6km の六角形を描いています。熱源探知機攻撃もできないのか。じゃあ有視界攻撃だけじゃねえか。頭を使ってください。頭を。僕が奴の60秒後の位置を割り出しますから、そこを狙って。60秒後にお前が生きてるとでも思ってるのか。10秒後の位置を今教えろ。待ってください。もしその時に外したら奴に気づかれ、リピート飛行からランダム飛行に変えられてしまう。そうなったら二度と奴を。俺が外すとでも言うのか。奴の修正値がまだ出ていません。僕の計算が微妙にずれるかもしれません。だったらどうしろってんだ。直接狙うと気づかれる可能性が高いので、無人機を狙うふりをして間接的に左右からミサイルで奴を攻撃します。30秒でミサイルは奴にたどり着きます。その時レーザー砲で直接攻撃してください。そうすれば奴はレーザーを避けるためにアフターバーナーを使うはずです。その時点でミサイルは奴を追尾し、至近距離で爆破させればパイロットを殺さずに奴の機能を止められるはずです。もし奴がミサイルに気づきエアーバーニアで避けたらどうするんだ。もしそれでミサイルをかわしても、エアーバーニアの出力ではレーザーをかわすだけのタイムラグはありません。そうか。ホイ 065X002、 距離 75km、 前方3時26分22秒方向。了解。あ、当たる。うわあ、ありがとう、ライアン。勘違いするなよ。お前の言ったことが本当かどうかわからん。だから失敗した時のことを考えて、今死なれては俺がヤバいから。今度はこっちかよ。
かってるって。やっとロックオンしたぜ、ハネ野郎。なんてやつだ。新鋭の無人機をパルスレーザーだけで落とすとは侮れんな。遊びは終わりだ。レーザーエネルギー 120%、 あと5秒叩き落としてやるぜ。見てろよステレス野郎。しまった、ウィングに気を取られているうちに流れ弾か。まさか流れ弾に見せかけたミサイルのサンドイッチか。だが私の位置がなぜレーザーか。レーザー砲を反射しやがった。見たか、跳ね返したぞ。だから俺が言った通りコクピットを狙ってりゃ、お前の甘さで殺されるのかよ。なんとか言えよサギ。言いません。しかしコクピットを狙うというのであれば位置は言えません。お前まだサギ。あの野郎、コムで割り出したステークホールは二通りか。サギ、約束は守る。だから位置を頼む。わかりました。今から死ぬまで3秒後の推定値を言い続けます。方位0382。了解。やはりあの小型艇が位置を。0826。カギ、ヤツはお前のコクピットを狙い始めた。アドランダムに飛んで回避しろ。佐伯くん、ごめんなさい。私こうなったら有志会に捕らえて叩き落としてやる。死ぬな佐伯。正面から4発、これを回避している間にヤツは私の側面へ回り有志会で戦う気か。玉木様はこれで玉切りだ。おい0528。見えた、ヤツだ。慌てやがって。よく狙えよバカ野郎が。もらった。クソ、狙ってやがったか。しかしまだだ。今度こそ死ね。サキ、お前が命を懸けた約束は守ってやるぜ。何？やったぞサキ、約束は守ったからな。さすがエースですね。あ、敵無人機コントロール不能で落ちていきました。俺もダメだ、回収してくれ。了解、今向かってます。あ、太陽が。通常の1万2000倍のフレア爆発です。20分後に磁気嵐、その5分後に中性子嵐の直撃を受けます。全機種用語構成変更、金星の影へ入る。磁気シールドを貼れ。全員対中性子防護服着用。いいか、艦載機体15分以内に着艦させろ。自力で着艦できん者は回収急げ。 U1 着艦体制に入ります。ライアンと先はどうした。通信不能です。 U7 のパワーカットは終了しました。キャスターまでの牽引ケーブルを伝ってキャスターのコアボックスへ入っていてください。お前はどこ行くんだ。あのパイロットを救出しに行ってきます。もし奴が銃を持ってたらどうする気だ。一人じゃ危険だ。大丈夫ですよ。まったくどこまでアマちゃんなんだ、あのバカ。俺も行ってやるから待てよ。ライアンさん見てください、このスターダスト。今の争いで何百万という金属片が宇宙空間へ投げ出されたんですよ。こうやって僕たちは地球に住めなくなったように今度は宇宙にも住めなくなってしまいますよ。いつになったらわかるんですか。争いから生まれるものは憎しみと悲しみだけということが。そんなことはわかってるつもりだった。だがこれを見ると口先だけで何もわかってなかったのかもしれんな。戦闘機の中ではこんな感情は持ったことはなかったが、こうしてると虚しさが込み上げてくる。争いは勝者敗者お互い傷つくんですよ。だけど油断は禁物だ。やっぱり分かってないじゃありませんか。分かってないのはお前だ。動くな。気を失っているようです。騙されるな。大丈夫ですか、しっかり。よるんだ、さっさと帰れ。最新鋭のこの機体を君たちに渡すつもりはない。お前はもう逃げられん。諦めておとなしくしろ。自爆装置を作動させた。あと5分で爆破だ。だったらなおさらここにいては危険だ。もうあなたは軍人としての任務は全て遂行したんです。今は一人の人間だ。僕たちは助けに来たんだ。機体を奪取しに来たんじゃない。私は軍人だ。戦いは終わった。今は一人の人間だ。機体は爆発させればいい。だけどあなたが死ぬ必要はない。
まだ分からんのか貴様。さっきの戦いの中でコクピットを直撃しなかったのはこいつのおかげだ。武器も持たず戦場へ出てきて命を懸け人を殺すなと言い続けた。このバカ野郎がな、せっかく拾った命だ、粗末にするんじゃねえ。そう言われてみればコクピットの直撃は全くなかった。戦う勇気よりも人を信じる勇気の方が僕は大事だと思うんですが。人を信じる勇気か。私の負けだ。すまなかった。さあ僕に捕まって。時間がない、急ぐぞ。磁気嵐、10秒前、全員対中性子防護服着用しました。艦長、ファントム自爆確認しました。わかった、ファントムの戦闘データを金星支社へ転送しろ。了解。このままでは嵐が側面から直撃です。案ずるな、この船は大きい。磁気嵐に入ります。全員衝撃に備えろ。新艦ミサイルが次々と誘爆していきます。全防御壁を下ろせ、全員航海避させろ。艦長、メインバリア、サイドバリア停止、コントロール不能。艦長、このままでは船が危険です。 SOS を、艦長。封鎖ユニット大破、推進力 98% ダウン。後部機関停止しました。船体水平維持不能。レスキュー信号を出せ。了解、レスキュー信号を出します。続いて中性子嵐に入ります。ダストタンカーからレスキュー信号です。だいぶ大きな磁気嵐みたいですね。脅かすな。うわあ！二人ともしっかり捕まっててください。こちら先、 SOS SOS、 キャスターコントロール不動、 SOS SOS。 もうダメだわ。助かった、助かったんですよ。二人とも聞いてるんですか、ライアンさん。ああ、デートにも間に合いそうだ。ありがとう、サキ君。艦長としての私の判断が間違っていた。すまない、サキ。しかし、本当によくやってくれた。ありがとう。ごめんなさい、サキ君。私、今まで言い過ぎてたわ。ところで、お願いがあるんだけど、いいかしら。は？ライアンに8時に遅れないようにって伝言してくれる？はい、わかりました。まだ任務は終わったわけじゃない。死後は慎みたまえ。これより本艦はダストタンカーの救出へ向かう。微速前進。了解。傷ついてきて